30代がハマった好きなドラマまとめ。はい、アンナチュラル。なあ、あそうだそうだ。心臓レモンと見立ててんのかな。んー、この金も主題歌金も花壇。おー、花枝だろうね。聞いたことあるって言ってきたけど、花壇聞いたことあるよね。そんなレベル。牧野さん、うわぁ、弱ぁ、声。ご飯食べたの、昨日。あ、ご飯、お前が食べる、まず。じゃあ、続きます。あ、続きますなんだね。え、違うの？え、続かないって。え、だどういうこと？続けやつ。続くって言ったでしょ？はい、続きでーす。ドラマパート2ね。30代があったドラマパート2。はい、パート2。今後3、4も多分やれるんじゃないかぐらいしか話してない。はい、だってギャルさ話しちゃったんだから。本当だよ。でそんで誰も見てないスタンドアップ話してる。懐かしいドラマ。まあ一応ね、最近目でもいいし、2000年代ぐらいにしてるよ、はい、そう、もうでも最近もう何でもいいですわ。もうドラマについていっぱい語ろうだから、まあ、何でもいいですか。うん、新しめでもいいですし、はい、はいはい、俺もうねあと2個もありますから。あ、じゃあラストにまた1個なんか入れとくか。ここのね、どうしよう。2個ありますからね、なんて言ったって。Kさん何かありますか。ありますか。まあ今見てると、もう何でもいいから。じゃあまあこれは見たよ、ザービート。あ、ね、ザービートね。うん、前向いてるね。やっぱ、ね、えぐいね。すごいよ、すごい月9だもんね、確かこれも、うん、だって全部出てんじゃん、うん、今言ってたやつ。そうか、確かに結構、ま、すごいよね。結構出てるよ、ね。ブザービート見てたけど、そんなに記憶ないな。まあ、俺もあんまり記憶はないんですよ。そう、内容どうだったっけなっていうのあんま覚えてなくて。バスケでしょ、バスケ。バスケなんだけど、そう、はいはい、ブザービート崖っぷちのヒーローっていう副題があった。崖っぷちなんだ。崖っぷちだった気がする。もう負けそうみたいなこと。うん、負けそうなのか、はいはい、レギュラー落ちするなのか、ちょっと忘れちゃったけどね。どういう設定だか忘れちゃったんだけど、はいはいはい、そう、はいはい、試合終了のブザーが鳴ると同時に決まるシュート、ブザービートみたいなこと言うんだよね、うん、ドラマの中で、うん、なるほどね。あ、まあ本当にも言うよ、ビーって。本当はね、ブザービーターって言うんだって。あ、そうなんだ、うん、ビーター。ビートって止まることはほとんどないらしいよ。へえーえー、そうか、ブザービーター出る時にね、入るやつね、うん、そう、ER がつくんだ。これはヤマピーと北川景子さんだよね、うん、確か。はい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 、うん、すごいな。バスケ選手だったのかな。プロなの。プロ選手じゃ、プロだ、プロバスケだ。プロなんだ、うん、プロバスケって経験あったんだね。プロになってから本番プレッシャーに弱く、試合では本来の実力を発揮できない。ヤマピーってそういう役多いね、なんかこの、うん、確かに。そっか、キムタクと違ってちょっと、あ、なるほどね、情けなさもあるというかね。はいはいはい、年俸も下がり、結婚考えている恋人にはっきりとした態度を示せないでいた、うんうん、一方、ね、書店でアルバイトしながらもプロのバイオリニストを目指す女性、まあ、それは北川景子さんかな、はいはいはい、また理想と現実のギャップに悩んでいたと、うんうん、でそんな2人がこの知り合っていろいろ行われていくと、うん、はいはい、ザービートね、一部と全部ですか、うん、これ。これがあの主題歌の。はいはい。じゃんじゃんじゃんじゃれじゃん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 じゃれじゃんじゃね。これあんまり記憶ないですね、僕は。見てた。なんか見たのは覚えてるんだけど。見てたと思うよ。見たのは覚えてる。私中身全部って言われるとどうだったっけなっていうのはちょっとある。はいはいはい。うわ、いくらでもあるよな。金八先生とか話したら全部話せんもんな、別に。金八先生ね。あ、見てないの？あ、だから全部は見てないけど、ね、数話は見たことあるっていうぐらい。うん、俺もどこ、どの世代ね。シュート、ドラッグ、リグメーブね。シューの世代か。かな、見てたっていうか、その見たことあるのは。俺ね、あれそこだけ抜けてるんだよね、上戸彩さんの世代だけ抜けてて、その前の風間くんの世代は見てるんだよね。あ、風間くん。風間くんのがエグすぎ。なんか兄貴がやばいんだよね。兄貴がやばい、兄貴が、ふって深夜になって走りに行く。って兄貴は病気なの。兄貴なんか不思議だよね。でもそんな悪い人じゃなかったっぽいけどさ、別に犯罪者とかじゃなかったもんな。ただその兄貴を隠してたんだよね、優等生の風間家、はいはい、多分親がもう優等生なんだけど、もう引け目を感じてるから、こんな子いないようにしましょうみたいな感じの雰囲気だったんじゃないかな。あ、重いね。で風間君も優等生っぽかったんだけど、裏ではめちゃくちゃいじめやってたっていうね。
菊の花をいたいしてたんだよ。あ、そうか、それやってたんだね。そうそう、あ、いじめっ子だったのか、いじめっ子、風間くん。でそんな風間くんが、まあ、バレちゃうわけよね、いじめてたのをね、はいはい、でどんどんちょっといじめられる方にもなってったりとか、いろいろ。あ、そっちもある、いじめの話か。いじめだよ風間は。これは重たいね。ああ重いね、はいはい。で上戸彩さんの僕見てなかったけれども、うん、あれだよね、性の男女性みたいなので悩んでるっていう、それちょっと重そうすぎて見てなくて、でこの時の感じでなんと金八先生の息子が白血病にもなっちゃってんだよね。だから二重で重かったのよこれ。あ、で前回に引き続くけどさ、なんかこうそのゴムみたいなのがあってさ、その、はいはい、またここでも入ってくるの、ね、これいやらしい話じゃないんだけどね、はいはい、おでこで使うことなかったなみたいに泣いてんのよ白血病の。あ、でお姉ちゃんがそれ見てんのかな端っこでみたいなのがすんごい印象的。これ見てないんだけど、ちゃんとちゃんとは見てないんだけど、そこのシーンが、ね、印象的でした、ね、はいはい、なんかテレビついてた覚えはあるな。金八先生重いからね。で次が週よ、うん、はいはい、別のシリーズなのか。別のシリーズよ、ドラッグ2組目。これドラッグ界、はいはいはい、お父さんがドラッグやってて、お父さん逮捕されるんだけど、はいはい、実は週も何個かこう懐に入れてたのか、どっか隠れ、はいはいはい、出て落ちたのを見つけて、はいはいはい、ドラッグ始めちゃって、はいはいはい、床ペロペロしちゃう事件ね。 あれは印象的だった ね確かに。うますぎない八乙女くん演技ね。すごいね、っていう感じかな。で次はね、はいはいはい、なんか結構オムニバス的な、それはそれで面白かったんだけど、一人主人公立てなかったんじゃないかな最後は。いろんな話が今さ、風間くん上戸彩とかいろいろあったけど、最後はいろんな人は主人公なので終わってる気がするな、その最後のシーズン、最後のシーズンは最後のシーズンでよかった。一番なんか重い話題がなくて、あー、なるほどね、もう薬まで行っちゃったからさ、それ以上はやっぱ重いかもしれない。まあまあまあ、そうだな、うん、やってほしいな金八先生、面白いよなあれ。うん、あ、すごいでしょ、だって遡ったらむっちゃやってるわけでしょ。むっちゃやってるよ、腐ったみかんだみたいなのとかも、ね、金八先生さ、なんか聞いたことあるわ。うん、はいはいはい、福田世代が風間くんからって感じだよね、多分その辺だよね。はいはいはい、なんかそんな印象はあるね。金八先生ね、うん、はい。Kさん何かありますか。あとはまあヒーローとか。いいね、ヒーローね、ジャニーズ大好きじゃん。ジャニーズっても言っちゃいけないけど、うん、ジャニーズ大好きだね言っちゃいけないけどヒーローとかは見たんじゃないかな。はいはいはい、あー、ヒーローね、俺も映画だけ見たから、ね、映画だけ映画だけ見たから、ね、あ、ヒーロー見てんだ。映画だけ、誘われて。映画で見てもおもろかった。そうそうそう、あ、まあおもろかったよ、うん、エレベーターのシーンとかもあんの。エレベーターのシーン、エレベーターってヒーローだよね、うん、エレベーター、そうだね、最初は入って、プーンって入って、みんなでこう出社なのか、みんなで話してくるシーン、はいはい、そうそうそうとか、でなんか特徴的なシーンいっぱいあるよね、うん、ヒーローってね。なるほどね、あるよは分かるよ、あるよもそう、ヒーローだよね、あるよもそうだね、うん、あるまあ昨日の感じで言ってた、そんなあるよってあるよって、ね、まあまあ昨日みたいな感じで今ケイさん言ってたよいやそんな感じじゃないよ、そんな感じじゃないよねあるよってあるよってあの人怖いよね、あるよあるっすよね、バーの感じね、怖く見えるけどいい人なんだよね、うん、そう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 、あ、そうなんだ。ケンジのお話、はい、検察官の話、うん、検察、そうだ、ね、そっちか、そうね、松たか子さんと、ねえ、木村拓哉さんが第1期、ね、で他は第2期もやってるよね、やって何回かやってるね、やってて、はい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 、松さんではなくなってるよね、北川景子さんだ、それこそ、ああそうなんだ、うん、うん、そうそう、あれ映画そうだったっけ、あれ違うか、映画は確かペアがそこだけど、松たか子さん役が、うん、松さんも出てるか、刑事になってもう一回出てくるみたいな、あーそういうことか。木村さんってなんでていっぱいあるな、うん、木村拓哉、木村さんで何が一番好きかな、あれはグッドラック、グッドラック、あーいいね、グッドラック ね、 ね、 いいね、もういいのやつね、そうそうそう弱そうだけど山下達郎弱そうだけどね。2003年ギャルサーの3年前に放送されてんだけど、あ、また続いてたギャルサーを主軸とするその捉え方、そんな感じか、結構恋愛で、うん、まだ子供だったから、うん、どっぷりのめり込みではなかったかな。なるほどね。そうだっけ、まあ、そうか、月9か。いや、月9日曜日だった気がするな。あ、そうなの、なんか、キムタクサイコール月9みたいな。TBS じゃない、あれ。TBS じゃん。TBS。あ、違うんだ。
TBS の日曜だよね、うん、これこそ。あ、そうなんだ。ね、やってたよね。その時の世代はそっち系が多いのかな、恋愛系ドラマみたいな。恋愛系多いね。あ、ね、今ちょっと恋愛系減ってると思うんだけどさ、うん、今は少なくない、はいはいはい、そっち系なんかどっちかっていうとこう、なんかこう成敗するとか、なんかね、そういうの多くない、今は結構。そうだね、なんか謎解き要素入れたりとか、ね、謎解き要素とか、はいはいはい、考察要素入れてる系とかが多いよね、現なんかそんなイメージあるな今。そうよ、木村さんで恋愛やっとけばいいのよ、今もう25歳って設定でさ、木村さんでちょっと無理ない？じゃもうちょっとその渋いね、その大人の男性の方が絶対いいと思うけどな。25さすがに無理あると思うけどな。またねやっていただいたら絶対早い、ね、早いんだから、うん、間違いないんだ、うん、そう、うん、それはね、ね、木村さんの演技しかできないとか言ってる人いるけど違うんだから、うん、あれでいいんだからさ、 あれを見たくて見てんだよこっちはって話だよ。もうね、そういうね、どこと戦ってんだよ今。なんかこう、君ね、役とかじゃない、もうそれ自体がこうイコールみたいなところある、ね。そうそうそう。はいはい。キムタクさんイコールあのああいう役ってね。まあそれはあれしか ね。むしろあれが武器だもんな。そうそう。全部いろんなキャラクターになれるわけだから、結局はプロの役者さんなわけだからね。そう。はい、そういうことだ。ただあれを求められてんだから、うん、あれをやってるってだけでさ。そういうことだよ。そう。はい、そういうことだよ。木村さん叩いとけば俺かっこいいでしょみたいな、うん、もういいってそういうの、うん、誰向けに怒ってる今これ見てる人がいるかそれ。いや結構いるよね、世には木村アンチは多いからね、やっぱ、ね、人気者っていうのはアンチ多いから、やっぱそうなんだからね、人気者はね。すごいね、キムタクファンだったね2人、うん、いや キムタクファンだよね、やっぱ会ってみたいよ ね、 いいね、一回かっこいいよね、一回見てみたいわ、見てみたいね、今でもかっこいいでしょう、まあ、かっこいいよね、表情とかさ、表情ってドラマもあるんだけど、ちょっとそっちは怖い系の役やってんだけど、うん、最近のドラマで、それでもやっぱかっこいいもん、なんか年を取ったかっこよさというかさ、はいはいはい、年取ってもかっこいいって一番かっこよくない？かっこいいよ、シャンクスみたいなもんだから、シャンクスみたいなもん、いやほんとシャンクスだよ、いいね、シャンクスレイリーみたいな、そういう系統よ、シャンクスよく、その年の取り方いいよな、そう、まあ、そういうことだからね、その年の取り方いいね、系統としてはさ、この戦争を止めに来た、かっこいい、なんかドラマとかだと思って木村さんみたいね、キムタクがこの戦争を止めに来たとか言われたらかっこすぎない？喋り方はさ、アニメ寄せなくていいじゃん別に、ドラマだからね、そう、ドラマでいいのね、うん、日本版実写ね、実写かっこいいね、うん、ちょ待てよって言うの、あ、言いそうだもんねシャンクス、ヒグマがいなくなった時ね、ヒグマがルフィ連れてった時、おいちょ待てよって、うん、かっこいいね確かにね、まあかっこいいな、グッドラック、うん、あとあの、はい、あれ、うん、ライス、あ、俺見てないそれ、ホッケンでしょ、まあプライドだっけあれはね、うん、俺見てない、プライド、あ、グッドラックはメイビーだっけ、メイビー、あれメイビー、え、グッドラックがメイビー、じゃあれぶっちゃけじゃなかった、あ、ぶっちゃけだ、でプライドがメイビーか、ぶっちゃけ、ぶっちゃけって言うんだよ、うん、でプライドがメイビーね、メイビーって、ね、なんかそのワード知ってるもんな、確かにその流行ったっていうのは、すごいよ、でも多分って意味だからそんなにかっこよくはないんだけどね、当時あんま英語も詳しくねえからさ、確かにかっこいいのかと思ったんだけど、メイビー自体はあんまだもんな、ね、多分絶対じゃないんだよ多分、ね、多分が決め台詞ってあんまりだよね、確かにだから普通の人が言っちゃダメよ、だからあの、うん、そうだね、そう、そういうことだよ、ね、決まってなく見えるもんねえ、ミスターブレイン見てた？Kさん、まあちょっと見てたかも、何それ、キムタクさん、何ミスターブレイン、土曜の20時放送っていう、うん、あ、そんな異例の枠だったのよ、へえ、ブラッディマンデーとかもこの辺だから、ああ、でそこ主演キムタクヤ、え、土曜の20時キムタクヤ来んのみたいな、あ、そういうのもあんだ、そのここで誰が来るみたいな、はいはい、そう、やっぱ深夜ドラマにキムタク来ないみたいな感じでさ、まあまあまあね、土曜の20時ってまだそんな馴染んでなかったから、まあ今なやってないしね、多分今はないんじゃないですか、なんかバラエティーなイメージだよね、うん、でしょ、8時代、うん、8時代の TBS でしょ、しかもこれ、うんうんうん、で今あれとかじゃ、あの体育会 TV みたいなやつやってるような時間とかだと思うんだけど、そこでドラマやってたのよ、へえ、うん、脳科学者だっけ、そう、脳科学者つくもさんみたいな人がまあいろいろ解いてく、解決していくミステリー系なの、へえ、おもろいんだよこれ、おもろいんだ、おもろい、すごいんだから木村さんって
いや、信者が前出すぎてさっきから木村まとめやろうね今度ね確かにそうね、うん、木村さんドラマまとめね、あとは、これみたいな、俺はあとドラゴン桜ね、うーわ、この高さ見てるでしょさすがに、いやもうもちろん見てないよねドラゴン桜見ないで生きて、なんか通ってこえた、流行ってなかった学校でこれこそ、いやだ俺多分その流行ったの一回多分見ようとはしてると思うね、何個かは、でもやっぱ多分ハマんないんだよねドラマがあんまり、うーん、ドラゴン桜もろいよ、まあ東大に行けるでしょ、東大行けるでしょ、そうねアビヒルスさんね、あの人弁護士だからね、あ、弁護士が先生役やってんの、え、そう、まあ、経営破綻となった高校を運営を持つみたいなね、うんうん、もうやばいと、弁護士が、そう、ちょっと不思議な設定なんだよね、そう、依頼があって、東大科みたいなものを作るみたいな話で、東大科、まあまあ、名前忘れちゃったけど、それ東大に行くための、まあバカ学校なんだしかね、まあまあまあ、確か、はいはい、そう、特別進学クラスみたいなの作るのよ、あ、はい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 、でその中から東大生を出すよみたいなストーリー、うん、そう、はい、あ、まあ、元漫画だもんね、うん、そう、元漫画かな、それは知ってる、うんうん、それは知ってる、うんうん、で東大に生かすんだっていうのが、まあ大涌谷、大涌、はいはいはい、大涌谷はあのゆで卵が美味しいとこね臭いの平気だったら美味しいとこね黒臭すごいからね、硫黄臭がすごいからそこ、だからそれこそ今のもあの多分学がないと出てこないね、返しとかがあるわけですよだからそうそうそう、知識がないと出てこないような返しとかも、ドラゴン桜で阿部寛さんがやってる役がもう東大行けっていうわけ、うん、とにかくね、とにかく東大行けっていうわけ、そう、うん、そういう返しできないだろお前ら、そうって言うんだよ、たかしみたいだな卵が美味しいとこねみたいな、できないんだろって言うんだ、できないんだろすごいすごい奇跡起きたな、じゃあ今すごい奇跡、ああ台本あるぐらいの奇跡起きたからこいつみたいになりたいだろっていうことなりたいだろって言うんだって言うんだ、そうで東大最後受けんのよ、ちなみにこいつ早稲田だけどなって東大受けてねえけどなって、まあ、すごいすごいいいこと言ってくれるんだよ、あのそのなんだっけ、うん、あのこれの続編の方かな、うん、俺最近の方を見てるんだけど、うん、でなんかやっぱね有名なところでいくとこうバカは搾取されるぞみたいなこと結構言うわけよ、まあ、そういう、はいはいはい、もうそれこそ、それはもう本当そうだもんな、現代に対するなんかこう嘆きというかね、そういう部分のセリフっぽいのもあったりとかもしつつ、はいはい、最後東大に受からない子がいるんだけど、その子実はみたいな、ちょっとあ青学かどうかちょっと設定忘れちゃったけど、まあ、そういうどっかの別の学校に実は受けててみたいな、で実はそっち受かってました、うんうん、みたいなことを最後ポッと言うんだけど、でちゃんとこう確かねセリフ忘れちゃうけど、まあ、それも正解だみたいなこと言ってくれるけど阿部さんが、はい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 、その先生としてね、うんうん、やっぱ結局はどこ行っても正解だよみたいなことをちゃんとこう言ってくれるけど、自分で決めた道が正解だよみたいな、いやそうそうそう、そういうこと言ってくれるわけ、すごいじゃん、いいこと言う、でこれは全員見た方がいい、ドラゴン族から全員見た方がいい、そう全員全員だから K さんもそこで初めて学歴コンプレックスがなくなったんだから、うん、そう解除されたんだ大人になって、うん、2年前ぐらいだからね、逆逆逆、これ見たことによって、うん、学歴必要だなって思った部分、じゃあダメじゃんじゃあダメじゃんかよ、傷えぐられてんじゃねえかドラゴン桜で、今までは逆に学歴なんかなくてもいけるだろうと、はいはい、ね、ちょっと思ってた時代もあるわけやっぱ、うん、はいはい、ね、なんでこのドラゴン桜の特に最新版とかを見て、うーわこれ学歴いるんじゃねみたいな、ちょっと思ったいやいやいや、へこんでんじゃねえかよへこんでんじゃねえかよ、いやちょっとそれ思ったね、やっぱりね、うん、やっぱ学がないと結局そのこの新しい本に出てくる設定で、うん、ちょっとこう阿部さんの元生徒みたいな人が出てくるんだよね、はいはい、でちょっとまあ最終的にはこう助けてくれる側になるんだけど、最初って、はい、まあ、なんか敵っぽい感じで出てくるんだけど、うん、その人の役柄がやっぱりなんかね、結構デカめの会社の社長とかやってるんだよね、ほうほう、でやっぱそいつの人が東大行ってるのかな、教え子だから多分ね、はい、そういうのとかを見てると、うわ学歴必要じゃんってやっぱ思ったよねまあ学歴、うん、学歴、うん、正確には多分学歴っていうか、その時に 何かを努力して掴むっていう成功体験だよね、だから、うんうんうん、まあまあまあそれも一個だから、まあ、まあ それも一個の学歴よね、それも一個の学歴、そういうこと言えるのも学歴です、成功してるから言えるんだよあなたは、そうじゃあなんか詰められてるなんでフォローした感じなんだけど、だから勉強だけしてきゃいいっ
ていう学歴じゃない。あ、違う違う、それは違う。自分で道を切り開く力を得られるかどうかでしょ、うんうんうん、それは正確に言ったら成功体験がないかもしれない。ないんだから、俺は成功体験がしてこずに今来てるんだからこれなんで偉そうなのこの人もうその努力は絶対にしない、なんかもうめんどくさいことは絶対にしない、これで生きてきてるわけだから私は。だからそれは刺さるに決まってるよ。でもザキさんせいでちょっと変わりそう、揺らぎそうだったんだから。揺らぎそうだった、そう揺らぎだよ、揺らぎそう。そこは揺らいだ方がいいよ絶対。俺はこの2つは守って生きていくんだって決めてたわけだから。いや守んなくていいんだから、大人としてやった方がいいんだよ、公用紙やった方がいいんだから絶対。軸としてさ、やっぱりさ、やっていくんだって決めてたわけだからね。かわいそう結果なんなん、結果ケイさんの傷えぐられた話いや結果ドラゴンズが面白いよ、だから 見てねっていう、まあまあまあね、そういう話。最新版平手ちゃんとか出てたよね。へえ、ね、最近見ないね。高橋海人さんとかね、有名な人ですよね、はいはいはい、これからの、ね、一生話せるけど今何分、今二十数分ですね。ちょっとこれ話したよ、ラストか、はい、ラストあるよ、はい、やっぱこれはライアーゲームだろうわ、ライアーゲーム ね、 ー言ってたね。ライアーゲームっていつ、うん、これはねちょっと今俺が見てるサイトとギャルサー固定はありそうだよね。一応ねシーズン2なんだよねこれはね。シーズン2が2009年から2010年って書いてあるんだけど、シーズン1は分かんないな、いつかもうちょっと前か。おもろいんだこれ、おもろいんだ、いやーなんか漫画だもんね。ライアーゲームを見てねえのか。もちろんですね、ライアーゲーム見てほしい。ハマんないわけない、ハマんないわけない。だって漫画だもん。デスゲームとか好きじゃないんだっけ、うん、デスゲームっていうか、高橋さんってそうだろ、知らないんだけど。いやいやいや、別に何でも見れますよ。心理戦とか好きでしょ。あ、まあ好きだよ、全然好きだよ。だデスノート好きだしね。みんなで見るって回作る、あの撮影とかなしにそこまでしてくれんの、あの君たちが。旅ちゃんぼでも飯を一緒に行ってくれない君たちが。感想とかは語んないよ。ライアーゲームを見る会は開催してくれんのメンバーシップで俺らがライアーゲーム見てんのを流すぐらいはやってもいいけどさ、生配信で、ね、あのイヤホンとかつけてるけどね、俺らは。俺らね、音入っちゃよくないから。そうっす、ダメだからね。同時視聴できる感じでね、同時視聴ライアーゲームなんだその回それやってくれるぐらい見た方がいいんだ2007年だってシーズン1。あ、2007年シーズン1ね。じゃあ大学1年ぐらいだ。最初は巻き込まれちゃうわけよ、うん、なんだデスゲームなの。いや、お金いっぱいもらえますよっていう、殺されはしない。そう、ゲーム。あ、殺されないんだ、デスゲームじゃない。殺されない。死ぬ人もいるかもだけど、基本殺されないよね。最初はだから、本当にだから、1億円を奪い合うゲームから最初始まる。1億だったかね、なんか。そう、最初まあなんかそう、紙、手紙みたいに届いて、あなたはライアーゲーム参加してもらいますみたいな。はいはいはい。で、それがまあ戸田恵梨香さん。はいはいはい。バカ正直のナオなんて呼ばれてる、ナオちゃんね。神崎ナオ。はいはい。で、なんかそういうビデオメッセージと現金1億入ったのが来んだよ。へえ、1億来んだ。で、ライアーゲーム参加する場合のみ小包みを開封してくださいから、まあ、断ることもできたっぽいな、だからな。まあ、そうか。でもまあ、みんな開けちゃうよね。みんな開けちゃう。で、ライアーゲーム参加するっていう感じ。あ、開けたらもう確定なんだ。そう。はいはいはい。まあ、1回戦は、なんか、自宅で行われるんだけど、戦いはね。家なんだ。まあ、家で。まあ、対相手、差しで戦うわけよ。対相手、差しで。相手知り合いでさ。そう、相手知り合いの先生かなんかにね、元。そうそうそう、元自分の。え、そしたら来んの、うちに家でそういう腕相撲とかそういうゲームとかじゃないよ。なんか、でもまあ、最終的には、ね、そう、最終的にはその1億円を持ってた方が勝ちみたいな。はい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 。戦いなんだよね。どういう、うんうん、手段は選ばないんだけど、ちょっと忘れちゃったけど、暴力禁止かとか忘れちゃったけど、うん、とにかく、まあ、いやいや、僕と君だったら、僕と君に最初1億円ずつその運営から渡されて、うん、1週間後か忘れたけど、1週間後のこの時間に、その1億円を、持ってた方が勝ち、みたいな戦いが始まるわけよ。はいはい。だから君が家にある1億円、アタッシュケースに入ってる1億円と、僕ん家にあるアタッシュケースに入ってる1億円、これを、とにかく1週間後に、両方、ゲットした方が勝ちだわけ。持ってた方が勝ち。じゃあ、2人とも1億持ってた方がいいじゃん。でそれで終わらせたら幸せだねって言って主人公は考えるんだけど、うん、やっぱ相手とかはそういう風に騙してくるわけよ。結局2億取ろうとしてくんだ。そう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 。なおちゃんって基本そういうこと言うから、
こうやればみんな幸せだと思うんですって言うんだけど、そうそう、なおちゃん思考だと大抵、あ、だからバカ正直だよあんたは、バカ正直で騙されて急に罵られた急に罵られたぞ例えば今みたいにそう言うじゃん、お互い持ってればいいんだよって言うけど、あ、じゃあそしたら1週間後はなんか泥棒とか入ったら危ないから、じゃあ俺が一回預かっとくよって俺が言うわけ、君に。そう、うわやば、金庫に入れとけば平気だよ ねみたいな。そうで、うちにその金庫があるから、分厚い金庫があるから預かっとくよって言って預かっとくよって言ったけど、絶対怖いそいつ。でその1週間後のじゃあこの時間が来る時に戻してお互い終わりにしようねとかって言うんだけど、そいつ怖、それ嘘をついて入れるわけ一回。うわ最悪そいつ。そうで、すごいこと言われる、そんなわけないでしょうみたいなこと言うわけ。いやでそいつやべえな、そいつ。そうそう、そういうやつがいっぱい出てくる、そういうやつがいっぱい出てくる、いっぱい出てくる、で、こいつの、まあ、なおちゃんそんなバカ正直やがもう何もできないとこに、秋山さんっていう、すごいやつ、まあ、すんごいやつが来るんだよ、まあ、詐欺師なのかな、その人もその人で、いや、この人はもともと詐欺師っていうか、なんか騙されちゃって、でその組織そ マルチかなんかの、お母さんか誰か身内が騙されちゃって、お母さんか誰か騙されちゃって、でその組織をもうぶっつ一人でぶっ潰したっていう、まあすごいなんかそういう詐欺師の人がいる、復讐したんだ、めちゃ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 天才、めちゃくちゃ天才、はい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 、そういう心理系の、ね、そう心理を全部、心理系切れ者ね、そう全部切れ者、そう、ね、助けてくれるんだよね、その人がね、そう助けてくれる、すごい作戦だったよね、それも、事務局ですって、事務局予想ってなんか取りに行くんだよね、そう、なんかオレオレ詐欺みたいな、なんかなんかね、警察なのってお年寄り近づくみたいな、そこの事務局もう、あの回収一回回収しますみたいな、なんかやって、はいはいはい、で時間にはもうあっちが持ってるみたいな、はいはいはい、さっきね捉えちゃって1億を事務局予想って取ってみたいな感じだった気がする、そう、もう本当に途中途中一回取られちゃうけど、その先生に、元先生に一回預けちゃってるから取られてるんだけど、もうやばいってなったけど助けてくれる作戦としては、まずとにかく常に見張り続けろみたいなこと言われるけど、その先生はその。そうそう、外から望遠鏡で覗いたりとか、とにかく先生が外で買い物行く時とかも全部うろちょろつきまくって、まずプレッシャーかけろみたいな作戦を言うわけ、そうそうそう、でめちゃくちゃこう心理的に心理的に追い詰めていくわけ、その先生をね、まず、はいはいはい、常につきまとって、返してください、はい、返してくださいみたいなことをやって、どん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 とにかく追い詰めていって、はいはい、で最後回収する時間確か30分前だから15分前か忘れたけどぐらいに、なんかそのさっき言った運営事務局ですっていう役エキストラみたいなやつを読んどいて、そいつに1億円を回収させた後に本物の事務局が来るわけよ。そう、はいはいはい、で、さっき渡したじゃないですかみたいなことを言うんだけど、実はそれはもう仕込んでた人 で、その1億円がこっちに戻ってきて、で勝つみたいな、はい、そう、そういう設定なんで、これが第1話だからね、第1話か第2話か、濃いね、濃いよ、でこっから集められて、いろんな、いろんなゲーム、いろんな形のゲームが行われる、密輸ゲームとかね、密輸ゲーム怖っ、密輸ゲームが横やーってなるやつになるから、あ言ってたね、そのなんか横やーって、うん、そう言ってたね、おもろい、見たいね、おもろいね、シーズン1も面白い、シーズン2はシーズン2でゲームちょっと複雑になったりしておもろいね、また、ゲームだんだん難しくなってくるね、ライゲームで見れなかった気するんだよな、見れないんだ、あでもアルファイでは見れないのか、あれやってんじゃない、フジテレビだから、なんかあの枠、なんだっけ、FOD、 FOD なら見えるか、そうそうそうとかで行けんじゃない、 FOD じゃねえか、 FOD じゃない、うん、FOD か、いやそれ SOD でしょ、ソフトオンデマンドと勘違いして今焦んないでください、そうあのそっちのあのシモの方言っちゃったっけって思ってあれなんかあったよなと思ってスタンダップたかし、そうスタンダップ、誰がスタンダップたかしだ誰がスタンダップスタンドアップたかしってやだな、でかっこいいね、だからこのゲームには必勝があるって言ってくれるからね、うん、そう秋山さんが、あ言ってたね、その秋山っていう、ね、その助けてくる主人公の言ってくれるから、かっこいいんだから、うん、嬉しいんだよ言ってくれた時、嬉しいんだ、絶対やっぱ絶対勝つから、やっぱこれ俺が好きなやつはそこもあるから、やっぱ絶対最後は秋山が何かして勝つっていうのがやっぱ勝つんだ、絶対勝つんだ、結構ドラマでは負けてないよね、負けてる、ないと思う、負けてないか、まあ、もしくは途中ゲーム途中にちょっとこうやられるというか、なんかそういう素振りとかもあるんだけど、そう、その横山の時はもうやばいから、ね、そうで、あと最初全然動じないんだよね、これ、うん、そういう、なんかね、それもかっこいいんだよ結局、で結局勝つっていう、なるほどね、よし、あ、FOD やってんじゃん、やってる、うんうんうん、これ一番ハマんじゃん、逆にもうシンプルだもん、そうね、はい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 、おもろいと思う、はい、こんな感じ2回目、はい、ウォーターボーイズ残して3回目迎えられるのはいいねそのなんか戦いなのこれ
大事な球を残して戦い。高橋さんあと何本あんの喋るの？何本あんの？あと俺なんて言ったって2本あるよ。え、あと2本あんだろ。前も話してたの？もう話してるっけ？まあ話してる。ついちゃった。うん、あとワンピースのねドラマも見てるわけだから一応ね。あ、それもあり？それもあり。めっちゃ見てるわあれは。あれをめっちゃ見てるわ。それもありでよければ海外ドラマもありなのね。海外ドラマ俺あんま見ねえんだよな。俺も全くもうワンピースだけど。海外ドラマ見ないね。いや見ないね。長い長いじゃん。あ、終わんないイメージだな。あ、終わんないイメージ。終わんないな。はいはい。ということでまたじゃあちょっと開くかもしんないけどパート3をやっていきましょう。ね、はい、パート3どっかでやります。はい、次も見てください。最後まで見てくれてありがとう。次も見てね。明日も楽しみ。またね。ウォーターボーイズがまだ残ってます。僕たちお願いします。海賊団と申します。